はい、キウイフィルムからお届け札幌人図鑑。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは、キウイフィルムリーダーの斉藤英子さんです。斉藤英子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。後ほどまたアップでご覧いただきますが、このクレイアニメのセットの前で、今日はお送りいたします。すっごい可愛いですよね。ありがとうございます。ね、超可愛い。この横のピカピカなんかすっごい、これどうなってるんですかね。これはあの某100円ショップさんで、はい、スーパーボールを買ってきて、はい、2つに切って、うん、でこの中をあのえぐってですか、カッターでこうグリグリとえぐって。なるほど。ここにあるのは LED の、あのホームセンターで、ホームセンターに売ってるあのクリスマスとかに売ってる、はい、イルミネーションを、はい、裏からこうつけて、これ発泡スチロールでできてるんですけど、はい、あの穴を開けて、ここに LED を通して、ここにこうちょっと見えないと思うんですけど、置くと、ちょっとこうカラフルな光になって、ほんと、はい、こんな手作りなんですね。これなんかちょっとテーマがやっぱりあるんですか。そうですね、あの、はい、食べられる遊園地、うん、食べられる遊園地、はい、へえ。キャンディー、こうこれもスーパーボールなんですけど、はい、キャンディーっぽくしたりと、入り口が飴の飴の入り口を通って美味しそうな、うんうんうん、遊園地で、本当だ、全部なんかお菓子の国ですね。そうですね、うん、でここもクッキーでできてて、はい、はい、例えばクッキーなんかどうやって作るんですか。これはあの紙粘土に、うん、あの色をつけて、はい、あの絵の具とかで色をつけてこうこねて、うん、でこう平らにして、のし棒とかで平らにして、でクッキーの型でこう型を取って、もうそこから先はクッキー作るのと同じ作業になる。そうですね、そうなんですって、ここで出来上がったものをですね、また後ほどご紹介いたしますが、では斉藤さんにもですね、3つのキーワードでお話を伺ってまいります。3つのキーワード、こちらになります。じゃん。クレイアニメを作っています。お人形を作ったり写真を撮ったり、黒豆を全国上映したい。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はじめにですね、キウイフィルムはこのクレイアニメを作っているグループでいらっしゃいます。今何人ぐらい、大体札幌には今現在4人います。4人、はい、私もうね30人ぐらいいると思ってましたねだってクレイアニメ作るのってものすごい細かい作業じゃないですか。そうですね、どうやって作るんですか、撮影何枚とか。撮影はあのーうん、あ、こっち前、前、うん、どうぞ、これ、これ、あ、いいですよ、持って、はい、です、はい。そうですね、あのこれ今置いてる人形が、はい、例えばこの子、こういう感じであの、うん、全部柔らかい粘土でできてて、こう首もちょっと振ったりとか、まあ、あと手もちょっとこう動いたりとかするんですけど、本当ですね、こういうので、まあ、こう動かしてカシャッと取って、はい、ちょっと動かしてカシャッ、ちょっと動かしてカシャッっていうのを地道だ繰り返して、まあ、振り向くときはこうこれで1枚カシャッ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 って感じで、それもだけど動かし方もセンスが必要ですよね。そうですね、あんまりたくさん動かすと、うん、まあガタガタっとなっちゃうので、あと地面にこう動いてこうあちょっと動くと動いてしまうので、はい、その辺は動かないように、耳だけ動かしたいときは耳だけ動くようにとか、うん、その辺をこうあのモニターで見れるので、映像を見ながら、動画を確認しながら撮ってます。はい、質問、はい、例えば粘土が乾いてきて、ここからポロッと撮れたりしないですか。これはあの乾かない粘土なんですよ、はい、であのクレイアニメ用の粘土で最初から色がついてるんですけど、これはもうずっとこのまま、あの置いといても変わらないものです、ね、だって撮影何日もかかるでしょ。そうですね、なので照明とか、うん、当てたりするんですけど、当てても、うん、その変色したりしない、ちょっとあの
特殊な粘土です。お高い粘土です。お高い粘土です。その辺の紙粘土や油粘土と一緒にしないでください。いやだ、あのちょっと違う遠いお国で作ってるので、あの、うん、その国で買うときっと安いと思うんですけど、飛行機あの海のない国なので、船便も無理なので、空港でしか運べないので、はい、でちょっとお高くなってしまう。そんなね、クレイアニメ用の特別な粘土で作ってると、そういうことができるんだそうです。ハイジのいる国ですね。ああ、そうなんですか。はい、ちょっと、わかりました。山の綺麗な。そうですね。そうですね。恩師のいる。恩師のいる。あの辺だそうですよ。はい、中立国です。そうなんだって。いやー、ほんと可愛いですよね。なんか、アニメーションを作るって、多分、みんな子供の頃、あのパラパラ漫画なんかね、はい、教科書の隅にこう、棒人間描いて、はい、パラパラ漫画で遊んだことあると思うので、はい、今のこういう一枚ずつちょっと描いあの撮って撮ってっていうのがなんとなく想像はつくと思うんですが、あの黒豆のビデオすっごいこうスムーズに動いてるじゃないですか。そうですね、ってことはすごいたくさん写真撮る。写真もいっぱい撮りますけど、はい、ちょっとあの技術的にごまかしてるのは、いろんなカットを撮って、うん、まあ、俯瞰から、まあ、上からその風景を最初に撮って、はい、その後キャラクターのアップを撮ったり、全身を撮ったりとか、その組み合わせでストーリーが進んでいるように見えるっていうのもあります。そういうテクニックもあるわけですね。そうですね、はい、1秒間に何枚ぐらい。1秒間に一応10枚で撮ってるんですけど、あの私たち結構セリフをよく入れるんですよ、クレイアニメの中でも、でそのセリフで喋らせるので、喋ってるのは3枚ぐらい撮ってそれを繰り返して使ったりとか、そういうことであの、ごまかしてますね。あの、はい、1秒間に10枚例えば撮ってとか言って1日で何分ぐらい撮れるんですか。1日で、まあ、そういう感じで私たち撮ってるのは割とこう、短縮というか、まあ、普通にこう何だろう、苦労して撮るのよりはちょっとか軽くやってるんですけど、それでも、うん、1日に50秒ぐらいとか。そうでしょ、ね、1分撮るって言ったら大変でしょ。1分ぐらいですが、まあそうですね、撮影大体朝の10時集合して、はい、いろいろ用意して、うん、帰りの最終までって感じで。そうですね、すごいね、その集中力を切らさないところが素晴らしいなと思いますけれども、集中力は逆に のんびり過ごすことによって、特にこう静かですね、撮影風景とかをよくテレビの取材とか来るんですけど、何もしてないように見えるみたいで、こうやってるので、うんうんうん、動いてなくて、うん、テレビ的には面白くないです。でそれを10時間ぐらいこう撮り続けるとやっと何が起きてるか分かるっていう感じで。そうか、みんなはものすごい仕事してるんだけど、 ね、それを旗から見てるとほとんど動きがない、何もしてないんだけど時間の流れがこう一般と違うような感じですね。それがコツです、はい、なんとなくゆったりと、逆にゆるゆると。そうですね、性格がこう割と穏やかというか、あまり怒ったり気性の激しい人だと向いてないんじゃないかなと思います、すぐ結果が出ないとみたいな。そうですね、格下してる人は向いてないと思います、向きません逆に穏やかな人、ね、ね、向いてるらしいんですけれどもね、はい、じゃあここでちょっと黒豆 の、 あのキャラクターを紹介しつつ、なんか本が、去年一昨年だっけ出たっていう。そうですね、2012年に、はいはい、ちょっとこちらをご紹介いただきましょう、はい、こちらですね。これは黒豆絵本、バーチェとチェーチェと森の妖精っていう絵本ですね、はい、子ども向けに作った絵本なんですけど、はい、株式会社インターナショナルラグジュアリーメディア社さんから出していただきました、うん、はいはい、東京の会社なんですけど、はいはい、このキャラクターは3人いるんですよ、はいはい、お名前を、この真ん中が、真ん中がお母さんのジェンマさんですね、ジェンマさん、で隣のお姉ちゃんのちょっと意地悪なバーチェさん、はい、で弟のチェーチェ君です。はい、この3人です。3人が繰り広げるほんわかストーリーですね、うん、これがこれのセットになるわけですよね。そうですね、そうですね、あのどこのページかな、ここです、ね、あ、あったあった、はい、こちらです。同じものです。ほらほら同じ、かわいい、すごい夢の国、夢の国ですね、ね、お
菓子の国だ、うん、本当だ、同じものが、うん、すごい可愛いですね。これは、私が知ってるのは、以前ラジオ時代に取材をさせていただきましたのは、札幌ショートショートでね、はい、賞を取って第2回の時 の、はい、受賞をされまして、はい、その後確かラジオに出た時は、はい、1分もののアニメをなんかたくさん携帯用に、そうですね、はい、携帯で配信を週に1回50秒の作品をアップするという、はい、新作をアップするっていう苦行を行いました。苦行を行いました、はい、新作を毎週発表ということです。そうですね、はい、あれ何回やったんですか。大体100回ぐらいやりました。1分ものをですね、まあ、1分弱ものを100本やったということですね、はい、素晴らしいやり遂げましたね。まあ、そうですね、100本頑張って本が出たのはその後なんですってね。そうですね、その後に、うん、まあ、10分ぐらいの作品を1本、札幌誕生っていう作品を1つ作って、はい、で、うん、その後ですね、はい、うん、DVD とかついてるんですよ。DVD とおまけ付きこれなんかマスコット、あ、携帯ストラップね、はい、こう携帯ストラップ付きのこんなのなんですけど、こちらはですね、1420円税込み1420円で、こういう本が出ております。全国の書店ネットショップで発売中です、うん、はい、好評発売中、はい、黒豆絵本で検索すると、うん、はい、Amazon のページがひょこっと出てくるのでポチッと押すと、ポチッと、あとは郵送を待つ場だけです、はい、そういう風になっております、はい、まあ、ちょっと宣伝するとどんな内容なんですか。ですね、お母さんに、うん、お使いを頼まれて、うん、で森に木いちごを取りに行くっていう話で、木いちごを取りに行ってる途中に、はい、ちょっと素敵な遊園地が、こういう遊園地があって、はい、ちょっと入ってみようかなって言って、うん、入っていくと、うん、美しい妖精さんがそこにいて、うん、はい、でちょっと遊んでいきなさいって言って、で遊んでるんですけど、うん、妖精さんがちょっと嘘が嫌いな妖精さん で、 あ、で嘘をつくと、うん、もう嫌いって言ってて、うん、そんなの嘘つかなければここで遊んでいいよって言われて、うん、そんなの簡単だよって言って遊ぶんですけど、うん、ちょっとしたこう誘導尋問で、好きな食べ物は何とか、嫌いなものは何とかって、で答えていくんですけど、なんか最終的にはちょっと嘘をつくごまかしてしまう。なるほど、はい、でそこで大変なことになるっていうどんなことになっちゃうのっていうのは、うん、本でご覧ください、こんな絵本が出ました。そんなわけで札幌でクレイアニメを作っている団体ってそんなにないんじゃないかと思って、はい、どうですか。私の聞いたところ、まあ、一人で粘土をつくとか人形を作ってとか、うん、そういう方はいると思うんですけど、個人的になんかアップしたりとかね。そうですね、うん、はい、お仕事ということで、まあ、そうですね、お仕事にしようっていう、やっぱりこういうことで食べていけるかどうかっていう挑戦をし続けています。そうですよね、全部手作りなんですよ。だってすごいよね、そんな斉藤さんですけれども、どんな少女時代だったのかというところを含めて2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目はこちらです。じゃん、